こんにちは、アスニーです。動画を撮るようになってから、やっぱりハードディスクの容量が不足がちになっちゃうんですね。で今は、この iMac が、1TB のフュージョンドライブでして、この中で全部動画の編集なんかはやってます。で、編集が終わると、基本的には動画の素材は全部削除してしまって、で、完成した動画だけを、ちょっとここに置いてるんですけれども、外付けのハードディスクに保存しています。で、ほんとお恥ずかしいんですが、ごく一部のデータを除いて、何らバックアップを取ってないんですよ。なんでかっていうと、こう、自分は運のいい人間だと思ってて、自分が買ったパソコンやハードディスクが壊れるはずがないと、結構本気で思ってるんですね。根拠のない自信って怖いですよね。まあ、ちょっと真面目に言うと、ハードディスクが壊れるであろう前に、まあ、パソコンを買い替えたりしてますし、それから写真データなんかはある程度クラウドにもバックアップは取ってるっていうのはあるんですけれども、まあ、実際のところ今までそれで大きな怪我なく事故なくやってきたんですけれども、まあ、そうは言ってもね、いい加減運任せの運用っていうのも限界があるかなと思いまして、今回思い切って奮発しました。はい、Amazon から届きました。はい、ウエスタンデジタルのハードディスクが2枚とラトックシステムのレイドケース、RSEC32 の U3RWS でございます。まずはこちらなんですけれども、僕はこういうハードディスクの中身だけっていうのは全く初めてです。で、3TB と 3TB で計 6TB ですね。Amazon で1枚あたりの価格が約 11,200 円でした。当然 1TB、2TB、4TB 以上っていういろんな選択肢があるんですけれども、今は 3TB が一番コストパフォーマンスが高いです。まあ、単純に 1TB あたりの価格で言えばね。はい、箱はこんな感じになっております。僕ね、こういうのはちょっと本当になんかまさに PC 用のパーツっていう感じがして、正直ちょっとおっかなびっくりではあるんですけれども、こんな感じです。結構ね、ずっしり重いです。とはいえ 6TB もさすがにいらないんじゃないのって思うかもしれませんが、そこでこちらなんですね。で、これはこういうハードディスクをこう挿して使うようなハードディスクケースなんですけれども、レイドが組めるタイプなんですね。Amazon で非常に評判が高くって、お値段が約6900円でした。安定性も良くってまあまあ静か でレイドが組めて7000円を切るっていうことですから、まあ私のように初めてレイドを組むっていう人におすすめできるかもしれません。ちなみにウエスタンデジタルのハードディスクは私が買ったグリーン以外にブルーとかレッド、ブラック、パープルとかいろいろグレードがあるんですけれども、ウエスタンデジタルとしてはレイドを組む場合はレッドを推奨しています。私が買ったグリーンは推奨されてないんですね。ですけれども、一応このラトックのホームページの方にはこのグリーンでも動作確認しているとはっきり書いてますので、一応私はこれで大丈夫だろうと判断してやってるんですけれども、まあ、そのあたりはご自身で判断してください。レイドとは何か、まあ、私も勉強中で付け焼き刃の知識なんですけれども、レイド0とかレイド1とかレイド2345とかいろいろあるんですけれども、多分初心者はレイド0とレイド1の2つだけ理解しておけばとりあえず OK だと思います。レイド5っていうのも良さそうなんですけれども、まあ、私の頭では、まあ、なんとなくは理解できるんですけれども、ちょっと腹落ちしないというか、とっつきにくい感じがしたので今回はやめときます。まずはレイド0、これはストライピングとも呼ばれてますが、複数のディスクに対してデータをこう分散しながら同時並行的に書き込んだり読み込んだりするというものなんですね。どういうイメージかっていうと、はい、こちらに複数のディスクがあります。今は2台置いてますけど3台4台でも OK です。この2台に例えばこれが動画ファイルだと思ってください。まあ写真でも何でもいいんですけれども、このデータを保存しようとすると、あくまでイメージですよ、こういうふうに同時並行的に
分散しながら保存していくわけです。するとどうですか、1台あたりの一度に書き込む量は半分で済むわけです。ですから処理が早いというのが一番のメリットです。理論的には2台あれば2倍、3台あれば3倍の高速化となります。そして複数のディスクを合計して1つのディスクとして認識します。今3テラが2つありますから、合計6テラバイトの容量を目いっぱい使うことができます。ただし大きなデメリットもあります。1つのデータを分割して分散して保存するわけですから、どちらか片方のディスクが故障してしまったら、その時点でもうデータはアウトです。だってそうですよね、こっちが死んでしまったらこっちのデータはもうファイルとして成り立たないわけですから。さらに言うと、ディスクが2台あれば壊れるリスクも2倍、ディスクが3台あれば壊れるリスクも3倍となります。続いてレイド1、これはミラーリングとも呼ばれてますが、至って簡単でして、複数のディスクに対して同じデータを同じように書き込むというものなんです。例えばこの動画ファイルを保存しようとすると、それぞれのディスクに同じデータが書き込まれます。つまりこのようにコピーが作られるということです。ですので最大のメリットは、どちらか片方のディスクが死んでしまってもちゃんともう片方にバックアップが取れてるわけですから、非常に安全だということです。当然デメリットはもうお分かりだと思いますが、例えばディスク2台使ってレイド1を組むと、その半分の容量しか実用することができません。3テラ2台の計6テラあっても、記憶させることができるのは3テラだけです。ちなみに容量の異なるディスクを2台使う場合は、例えばこれが3テラと2テラだとすれば、記憶させることができるのは少ない方の2テラが上限となります。はい、だいたいわかりましたでしょうか。レイド0は読み込み書き込みの処理速度が非常に速いけれども、データが吹っ飛んでしまうリスクも高まるというもので、レイド1はバックアップはしっかり取れるけれども、まあ、コストパフォーマンス的にはどうなのかなというところです。要はスピードを取るか安心を取るかっていうことなんですが、まあ、その両方が欲しいという方はレイド5とかあるみたいなんで、興味のある方はご自分で調べてください。で、今回私はですね、そんなに処理速度は求めていないので、レイド1でいきたいと思います。ところでさっきからレイドを組むっていうことを何度も言ってるんですが、Mac をお使いの方であれば、わざわざこういうものを買わなくても、例えば外付けのハードディスクが複数台あれば、Mac の中にあるディスクユーティリティという機能を使って、レイドを組むこともできます。まあ、参考になりそうなリンクを下に貼っておくので、よかったらご覧ください。ということで、大変前置きが長くなりましたが、次の動画でこれをこいつに挿して、実際にレイドを組んでみるっていうのをやってみたいと思います。それでは、刺していきます。お腹怖い。あ、多分これでいいんでしょう。